야あーこれですか、これですか、これを下げまして、あ、試合後も始まってますね、大変申し訳ない。さあ試合見ていきましょう。先ほどの同じくルイージカムイのマッチアップ、マリオカムイはやらないんですね、ソフト君は。先ほどの試合を見るに、これはシークレットオーダーであった可能性もあります。素晴らしい、すごい。ルイージやはり着地が弱いキャラクターなので、どこかで回避を通す必要があります。そこの回避のタイミングをしっかりと分かった上での NB でしたね。いやー、ルイージ使いってその回避のタイミングとかすごいバレないようにうまくずらすんですけども、すごいそれをねちゃんと狙い撃ちですよ、ハートをね。最近少女漫画ばっかり読んでるんですいませんそういう単語、おお好きですか、はい、いやうまい、キッチンはまた、おお先ほど上から上からにも対応できるようにサイクルエリアの対応をしっかりとそのままの強さを、じゃんけんを理解した上でほらほらどうだみたいな感じですね、はい、やはり上位勢ともなると一度見せた行動を通さないような立ち回りを通さなきゃいけないので、はい、リスクケアなんでしょうか。うまいですね、今のスマッシュ、うまい、わかりました。リスクケアをした上でのコスピザリを逆に逆手に取るというか通行止めですよね、はいえ？ちょっと今20枚が1枚出てきた。すごい、ルイージの弱が入るとそこから読み合いで何でも入りそうで僕もドキドキしちゃいます。あのベクトルが低いのでね、その後の着地狩りの展開でまた捕まれてしまうんじゃないかという恐怖がありますよね。受け身だったりね、はい、ルイージ使いってあの受け身を見るのすごい上手いんですよね、はい、ね、その分ちょっとキャラピックにかかりとかね、おっと火力が高い、すごい空中ニュートラルの持続当てはかなり展開いいですね。空中上、これは避けられない、着地狩りがうまい、うわしびれますね、逃げるルートなし、え、ずっと空中後ろ復帰させて使ってて狙ってて、こんな、すごい、これ前方向に飛んでいたから大丈夫だろうと安心させたところでの横火センター、なんか選択肢が豊富ですね、復帰阻止の、はい、今のルート制限も良かったですね。横 B を使っていたら、まあ、結果的にこちらも横 B で刺せばいい、相手のもうジャンプがなくなったところのルート制限もしっかりとできていましたね。あの位置取りをされたら、あのルイージ側は横 B できないですよね。できませんね、カムイ側がいつも見てから。さあ、フト選手キャラクター変更、やはりマリオで応戦します。マリオカムイ、先ほどの試合やはり注目だったのは復帰の弱さと着地狩りの強さ、それに対抗するかのようにしっかりと横移動が強く着地までのルート暴れも豊富なマリオで、ザクレイ君が復帰阻止はするのに復帰阻止をされないようにしてましたからね、はい、あの強みと弱みチェーンジ、ギニューやないかーい。なるほど、見ていきましょう。さあ戦闘軸は17万か、お、素晴らしい、今のつかみが届かない位置だったんですよね、しっかりとウェビーで暴れていました、うまいなあ。あ、細かいところもやっぱり上位勢ってすごいしっかりしてるんですよね。特にこの2人、あの若さゆえか技の判断が非常に早いんですよね。わかります、だから対戦してたらおっ、これはちょっとミスってしまった、ちょっともったいなかったですね、リード取っていたんですけれども。勝者側決勝でもやったらしいですね。しかしこのパーセントをさ、ちょっと追い抜けるでしょう。復帰としてはこれはカムイが難しそうですね、マリオの復帰。お、素晴らしい、今空中下を当ててめくり、めくらないかパターンを見ぶらせた上でしっかり使えるようになりました。ガーキャンウェイ様、ガーキャン反撃ダメージ優先ですね。マリオはね、一度相手が後ろにめくって着地したときもしっかりとガーキャンウェイ様で反撃が取れるのが偉いと思うんですね。ここでもしっかりとくれる技が、いや全部言いますね全部、あ、うまい、変更完璧でした、完璧成人。しっかりとファイヤーボールでガードさせてガード解除してところに空中したら割れていた、あれね、ルイージでも強いんですよ ね、 ファイヤーボールとつかみだったり、ああいう折り攻撃を重ねるみたいな。この選手先ほどから崖上がりに空中下を合わせるタックを増やしています。やはりガムイの崖上の展開力が強いので、そこの崖上の展開力のガードに対してリスクつけれるように空中下で暴れていくと、
先ほどと同じようにやられないぞといった強い意志を感じます。ダメージ的には美味しい状況。あ、浮かされてジャンプがないところに空中した暴れ、初めて見せました。素晴らしいですね。おお、これは痛いぞ。やばいっすねこれ。お、しかし空中で暴れてた。いや、下京さっきから光ってますよ。素晴らしい。下京以外では届かないところしっかりと最大で取っています。うまい。でスマッシュ届かない。おお、大きくなってませんでした今。大きくなってましたね。うわー、振り向きつかり、うわー、やってしまった。決まった。優勝はザクレイ選手。ザクレイ選手2連覇ですか。3連覇っすね。3連覇最強。素晴らしいお小遣い稼ぎ。いやー神奈川県で行われ